チャールズ・アルバート・チーフ・ベンダーは、アメリカ合衆国ミネソタ州、クロー・ウィング軍、ブレーナード出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。球種の一つであるスライダーを開発した投手と言われている。ニックネームのチーフは、彼がアメリカ・インディアンのジブワ族出身であることから、付けられたもの。彼は、現役生活の中で、インディアンに対する差別を受け続けた。 ペンシルベニア州のカーライル・インディアン工業学校を卒業したベンダーは1902年にフィラデルフィア・アスレチックスに入団、翌年1903年にメジャーリーグにデビューする。1年目から36試合に登板17勝14敗の成績を挙げたが、一方で25ものよし級を記録している。デビューから3年目の1905年にはワールドシリーズに 初めて出場、2試合を投げて2試合とも完投し、1試合を完封する高騰を見せた。1914年までアスレチックスに在籍し、うち1908年から1910年は3年連続で防御率1点台という安定した成績を残す。特に1910年から1914年にかけて高い勝率を上げ続け、この間チームも5年間で4度の ワールドシリーズ出場を果たしている。ベンダーは当時通常のカーブの他に、ニッケルカーブと呼ばれる、後のスライダーに相当する変化球を投げていたと、されている。1915年に創設された、フェデラルリーグに移るも、所属した、ボルチモアテラピンズが振るわず、自身も4勝16敗と大きく負け越してしまった。翌年フェデラルリーグ解散を受け、フィリーズに移籍。 1917年には8勝2敗、防御率1.67と、健在ぶりを示した。1918年、第一次世界大戦のアイダベンダーは野球を離れ、造船所に勤める。後年、ホワイトソックスのコーチとして現場に復帰し、1925年に1試合だけ、試合で投げている。その後は、マイナーリーグのニューヘイブン、ジョーンズタウン等の監督なども務めていた。 1953年にベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出。翌1954年にガンのためフィラデルフィアで死去。ありがとうございます。